よさみ池は、日本古代に、河内国丹北郡、池内村にあったと伝わる池。現代の大阪市住吉区にある、大古さ神社周辺にあった。よさみ池はと石し古事記、すじ天皇団に、また、ゼノを世に、よさみ池を、作りとあるのが書室。古事記には、仁徳天皇団にも、また、和日、与よさみ池を、作りとも記されている。 瀬戸内海の東岸に位置するこの地域は比較的雨が少ないため断球面に溜池が多く築造されているが、与さみ池は北あるいは北東に緩く傾斜する断球面に作られ築造当時の広さは50ヘクタールから60ヘクタールだったと推定される西よ川の水の一部と中位断球面を流れ落ちる少量の水を一時的に蓄えた後 下流の断球面に開かれた水田の考えに用いられたものと想定され、住吉大社の門前まで導かれたものと思われる。以下の記述でに紹介する歌にも歌われているように、純粋や蓮を浮かべられるような推進の浅い池であったと思われる。日本初期末期語によると、主人天皇は、脳は天下の大きなるもとなり、民の頼みて行くるところなり、今、 河内国の佐山の葉にた水少し、背を持って、その国の百姓、農のことに怠る。それさあに池水を開けりて、民の豪を、広しめよという御事のりを出し、その三ヶ月後に、よさみ池が完成した、となっている。初期巻、第十によると、大晦佐財村は、王神天皇より神長姫を歌手され、喜んで以下のような歌を歌ったという。水テール、 よさみいにぐりのべえ、けくちらにせきぐいきづく川わ公のひしけのさし、けくちらにわが心深夜やぐにしてをたぐって、ずっと、先まで気を配っていたのを知らずに、またきしべに、ごがの杭を打つ。川わの絵のひしけが、遠くまで伸びているのを知らず、私は、まったく愚かでした。わけ、宇じかにたけし、初期まき、第十二の中に、す古天皇が大量にきづいた意見の中に、 河内国の池として、よさみ池の名が挙げられている。このほか、万葉集慣第7の柿の下の人丸の瀬戸家にも、青水らよさみの原に人もそうは、ぬかも岩走る大見県の物語せむ、よさみの原で誰書き合わせぬものか、大見県の物語をしようにとして、池周辺のことが読まれているようである。以上が記録に現れる、よさみ池であるが、池が実際に何年に築かれたのか。 誰が気づいたのか、はっきりとは記されておらず、関連して現れるよさみみや家についても同様である。5世紀前半から7世紀初頭にかけて、大王の権力によって池が築造され、農地を開拓して、やけを経営したものと思われる。18世紀初頭に行われた大和川の付け替え工事により、大半が消滅し、再三にわたる埋め立ての繰り返しによって、 その面影は失われている。池の痕跡として、大寄りら神社の近くに、石踏みが残されている。ありがとうございます。